イギリスのチャールズ新国王の肖像画が描かれた新たな効果がお披露目されましたイギリスの王立城兵局は30日チャールズ新国王の肖像画が描かれた5ポンド効果と50ペンス効果を公開しました先月8日に死去したエリザベス女王の生涯を記念した効果で今月3日から販売されます 50ペンス硬貨は同じデザインのものが12月から一般にも流通する予定です。現在流通している硬貨にはエリザベス女王の右横顔が描かれていますが、先代の君主と反対側を向くという伝統に倣い、チャールズ国王の左横顔が描かれています。肖像の周りにはラテン語でチャールズ三世、神の恩寵により信仰の擁護者と記されています。